Gang lap chairs.昼ご飯を食べ終えてホテルに着きました。朝8時に家を出て今2時なので、だいたい移動に6時間かかりました。タイは基本的に夜の試合が多くて、アウェーでの試合のキックオフ時間も7時だったり8時の時が多いので、基本的に僕が所属しているチームは当日移動が多いです。なので今日みたいに午前中朝家を出て、昼過ぎにホテルに着いて、で出発までの4、5時間ちょっと自分たちで時間を使いながら試合に向けて準備をするという形をとっています。で僕も今回、少し移動が長かったので、今からストレッチとちょっと体をほぐすようなことをしてから、一回リラックスして試合に向けて準備をするという形をとっています。それでは出発まで、約4時間ほどあるので、本日の試合、いい結果を出せるように準備したいと思います。今試合を終えてホテルに戻ってきました。本日の試合は0対2で、負けてしまって、コロナの影響で、リーグ戦が中断になってから再開2試合で、2敗している状態です。得点が取れていない試合が続いてます。自分としては今サイドの左サイドの位置で出場させていただいてて、やっぱり得点に絡めないというのはすごく悔しいですし、チームが本当に苦しい時期に、苦しい時間帯に1点でも取って助けるような、チームを助けられるような選手にならないといけないと思うし、そこが強く求められているところなので、しっかり結果を出せるようにまた次に向けていい準備をしたいと思います。また明日明後日休んで土曜日に中2日で試合があるので、しかもその相手が僕の古巣のカセサート FC というチームなので、自分が得点に絡んで、チームの勝利に貢献できるようにまたいい準備をしたいと思います。あと僕のこのチームは試合に勝っても負けても最後ロッカールームを元より綺麗にして帰るんですけど、やっぱいい時悪い時ある中でもそういう風に初心に戻って当たり前のことを当たり前にできるというチームの、みんなクラブチームメイトのみんなや、スタッフの人たちを本当に誇りに思いますし、だからこそこのチームのために、一つでも多くの勝利に貢献できるようにまた頑張っていきたいと思います。それではもう今11時半なので、早く寝て明日の朝バンコクに戻ります。Hi, good morning. How are you? How are you going to take a stay because we need your passport? Is it true? It's right, complete.
มีความขยันงานฝึกซ้อมมีความเป็นมืออาชีพแข็งแรงKenzo is a Japanese machine. He's never tired. He can run for 90 minutes. Good shooting. Very good player. Running all the game and never injured. And a very good person too. A good friend. Thank you.